く開かないんだ。寝腐ること、ね、およそ十数時間、ただいま午後3時でございます。オリュンポス三助です。ムネ君と呼んであげてください。今日は一日ゆっくり過ごそうと思います。わたげの実家ルーティーン。おはよう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 。その気まずそうな顔をするの。帰ってきたんだよ。ワイが。はや。彩り良きご飯をいただき、あ、体温計いただきました。あら、ママの卵焼きはとてもこの層が綺麗なところがポイントですよね。うなずいてらっしゃる。いただきます。これはなんでこんなにご飯が茶色いの。あー、それはね、もつ麦だから。むきむきは全部この色なの。ちょっと釜に入れる時間が長ければ長いほど赤くなってくる。よくないよ。アレクサ、おはよう。声がちっちゃいな、お前は。アレクサ、声がちっちゃい。アレクサ、おはよう。おはようございます。今日は趣味の日です。4と3の語呂合わせにちなみます。アレクサの趣味は何と聞いてみてください。おつかましいの。なんでアレクサの趣味聞かなきゃいけ。聞いてやんねえよバーカ。それは正解であると思うよ。ねえ、おしめ卒業発表したんだけど。さっき。やばくない？なんで？起きたら。起きたら。発表したの。さっき発表したの。びっくりよ。ちょっと誰にも、この思いを共有できなくて、一人で悲しんでた。
なんかネットショッピングしようと思ったんだけどさ、夜。夜ネットショッピングしようと思ってずっと見てたけど、全然いい服なくて。でもなんか買わないと寝れないと思って、うん、あの、お笑い芸人のグッズだけ買って寝た。T シャツ、それだけ。え？お笑い芸人の T シャツだけ買って、もうそれしか買ってない。めっちゃおしゃれになろうと思ってすごいブランド散策したのに。犬をもらいました。ルーちゃん、待て待て、あ、待て、よし、うん、リカちゃん、たぬきちゃん、たぬきちゃん、たぬきちゃん、あら、たぬき、いただきます。あー、パン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 。今日はこの後お姉ちゃんのお誕生日会があるらしいので、どうぞ、今日帰ってきてラッキーだったなって感じでね。ゆきちゃん横向くとあれだよ、陣地の長さバレちゃうからやめた方がいいよ。でもさ、あ、こっち、あらほら、正面から見たらめっちゃ可愛いの。でもね、こう横から見るの陣地可愛いよ、横から見て。久しぶりに人と接しているので楽しいです。そうやって君はさ、食べ物を持ってる時にしか人に興味を示さないところが悪くさと思うよ、わかる？そういうとこ、もうあなた12歳なの、12年間も世界で生きてきてるんだからさ、そこら辺はさ、学んでいこうよ。もうちょっとさ、日頃から愛嬌を振りまくと不正したからあげる。人中っていうか、中顔面だね。この中顔面が長い、これ人中はめちゃめちゃめちゃ中顔面で食うじゃん。中顔面縮小みたいな。縮小術ちょっとか、たまに涙袋を描いて、でチークもちょっと濃いめに塗った方がいいと思う。で、その目元、ごめんなさい。パッ！あむ。さ、その一人暮らししてるとさ、なんかだいぶ一人でいるのに慣れるからさ、一人でいるときは出したなとも思わないけど、一回帰ってきちゃうとまたもうなんかご飯もあるし、ワンちゃんもいるし、帰りたくないなって思っちゃうから、だからもう極力帰ってこないようにはしてるけど、やっぱ帰ってきちゃうとダメだな。ねえ、さっき2年生の春学期の履修登録をしたんですよ。でもなんかあまりにもギリギリすぎて、もう今のうちから心が折れてるんだけど、どうしたらいいと思う、ぐんちゃん。もう私早起きできるわけないのに、一限いっぱいあるんだけど、どうしたらいいと思う。頑張れとのことです。ありがとうございます。ありがとう師匠、ありがとう師匠。くーちゃんもやる？スマブラやるね。やらないね、やらない。ああ、ごめん。これ見て、姫って名前で勝手に登録して遊んでごめんね、お姉ちゃん。なんかさ、今の楽器がさ、今のこの時期がさ、なんか人生の中で一番気使う、なんか精神的に精神削られる時期じゃない？新学期になってさ、とか新学期とか新生活になってさ、ってか
まあその学生でもその社会人の方でも、もうみんな環境がちょっと変わるじゃん。なんかまあ自分は変わらなかったとしても周りがちょっと変わったり、周りのメンツが変わったりするじゃん。もうなんでそういうことするんだろうね。もうすごく疲れちゃう。うん、でも私は去年それに耐えられずに、あの孤独で耐えられずに逃げ出した結果、あのクラスに馴染めずまた孤立するというあの状況ができたので、まあ、あ逆にあの環境が変わってリセットされた方が、あまた頑張るぞっていう気にはなるけど、でも疲れるくね、もう無理なんだが無理なんだがとか言って、そういう時はさ、美味しいもの食べて自分のやりたいことやった方がいいなってめっちゃ思うよね、本当に。なんかマジでくそ、なんでそういう意地悪なところで当ててくるわけ、もうなんか新生活でうまくいかなくても、なんかすげえ嫌なやつに出くわしても、マリオカートの中では、あ、絶対お前に赤コーラ当ててやっかなってメンタルで私やっていく。もうそういうメンタルでやっていくことにする。もう、お前マジで。へえ、今バナナ私に当てようと思ったけど、これバナナ引っかからなかったです。ピーチバーカバーカバーカ。なない。マジ心の中で赤コーラ当ててこ。え、待って、ちょっと、毛だらけなんだけど。待って、お兄ちゃん帰ってきた。やべ。お姉ちゃんの大好物スペシャル。カナダドライ。はい。ということで、ご飯、お姉ちゃんのお祝いパ、お姉ちゃんのお祝いをして、お風呂に入りました。動画の始めと同じ姿。ということで、ケーキも食べたんですけど、小腹が空いたので、あるかな。こんな感じで、いいか、帰ってきたらもう本当に死ぬほどくつろいで、あ、まあ向こうの家でもだいぶ私のルンバこと姉毛がいろいろやってくれてるんですけど、なんか家族にたくさん。お世話になっております。でも多分4月から新生活であったりですごい悩む方多いと思うんですけど、まあ、こんな感じで時々息抜きをしながら共に頑張っていこうな。頑張ろう。茨城ビッグラブ。